はお茶の水をお散歩したいと思います。めっちゃいい天気で、今日はね、新お茶の水駅ら辺でランチミーティングをしてきました。めっちゃいい天気、雲一つないって。ん？雲あるわお散歩っていうお散歩ね、しようと思ってなかったので、ワンピースに普通にサンダルを履いております。 でもね、これぺちゃんこで、なんていうの、足首にちゃんとバックル、なんだっけ、足首にちゃんとついてるから歩きやすいので、一息ぐらいはお散歩できるかなと思って撮っております。ずっとコロナでオンラインミーティングとかズームミーティングとかをしてきたんですけど、久しぶりにやっぱ対面でミーティングをしてきて、人と会ってミーティングするのが一番いいと思う。そのオンラインだと伝わらない自分の良さも伝わるし、相手の雰囲気とかもやっぱ合わないとわからないし、でどんな仕事内容とかも聞くことはできる、内容は。でもその熱量とかもあって話さないとやっぱ分かりにくいなっていうのが分かった、実感したミーティングだったなって思います。なんかこの道良くない？なんだろうこれ、なんかこういう木で影になってる道すごい好きで、今日のねミーティングは結構1年前ぐらいから知ってるクライアントさん、広告代理店の方に、まあ、なんか向こうが佐野千秋さんをと仕事がしたいって気になってくれてる方とのミーティングだったので、まあ、やりやすい、そうなんか自分が求められてミーティングしてるから、やっぱやりやすいミーティングって言っていいのか分かんないけど、やりやすいミーティングでしたでね、ランチがねステーキ食べたんだけど、やっぱねお肉ってめっちゃ美味しいでやっぱ私のイメージは健康的でスポーツをしているっていう、とてもいいイメージを持っていただいてて、でなおかつちゃんとマラソンに取り組んでてタイムもあるっていうのがすごいいい印象だなと思って、まあ、そういう風な印象を持ち続けてもらえるようにこれからも取り組んでいきたいなと思っております。やっぱ第三者から見た自分の印象ってやっぱ SNS、インスタグラムとかの印象でしか、私に会ったことない人は私の印象を知らないから、自分をどういう風に発信するかを作れるっていうのかな、作れる環境っていうか、この時代がすごいなって思っておりますそこの時代だからこそフリーランスでやれてるのもあるかなって思ってます、駅はどこでしょうここを下って右に行ったら駅かな、東京ガーデンパレス。うん、お茶の水駅はどこだ。髪の毛も、あ、もうなんか光っちゃって金髪に、あ、そう、見て、ハイライトがいい感じなんですでもやっぱね、ショートめっちゃいいわ、涼しい、首元が。でも首元にも日焼け止めを塗らなくちゃいけないのがめんどくさいです。はい、しっかり日焼け止め塗ってますあとは駅に無事たどり着けるといいな。さあ、あれ？ダメだ、やっぱり僕は地図を見ながら歩かないとわからないっぽいので、今日はお茶の水のお散歩でした。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました、チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではグッバイ。